どうもおはようございます。こんにちは。今回はですね、新三国無双2が、結局最高傑作、神作なのかどうなのかっていうところについて、ちょっと話していきたいなと思うんですけど、皆さん的にどうですか？今回ですね、ちょっと全然台本とかも作らずに、特に下準備も何ちゃしてない状態で、またちょっとつらつらと喋っていこうかなと、今さっきちょっと思い立ったんで、急遽動画撮ってるんですが、今がですね、12月30日の、午後ですね、夜中です、今。11時、23時30分ですね、ぐらいになります。ここら辺でちょっと寝よったんですけど、急に思い立ってですね、ちょっと撮ってみようかなと思って、今ちょっと動画を撮り始めました。で、話戻すんですけど、皆さん的に、新三国無双2って、神作ですか？最高傑作っていうところまで言ってしまうと、ちょっとまた、ややこしくなってくるんで、とりあえず神作なのかどうなのかっていうところですね。で、僕の結論から言うと、間違いなく神作ではないかなと、個人的には思います。で、僕の中でも最高傑作だと思います。っていうのも、僕一応、2、3、1、2、3、4、5と8やったんですけど、6と7はちょっとまだできてないんですよ。やってないんです。7は昔やったことあるんですけど、あんまり覚えてないんで、6は一回もかじったことないですね。なんで今、1から5と8をやった上で、個人的には、2が、間違いなく最高傑作かなというふうに、考えてるんですが、皆さん的にはどうですかね？神作ですかね？そうでもないですか？っていうのがですね、なんで今回こういう動画を撮ろうかと思ったかっていうと、最近、ランキング系の動画とか、ちょこちょこ出させてもらってる中でですね、2が神作なのか神作じゃないのかみたいな話をたまに見かけるんですよ。コメントの中でね、見かけるんです。っていうのも、どういうことかっていうと、2ってこういろいろいろんな条件が重なって、こう絶妙なゲームバランス、難易度で、理不尽な仕様とか、そんなのも相まって、神作ですよねっていう人も、いればですね、そんだけの悪いところ、悪態というか悪評を、僕がこうランキングとか、この前出した新三国無双3に比べて、2のやばいところとかっていう動画ですよね。ああいう動画で、こんだけ、悪い評価を出してるにもかかわらず、神作とか最高傑作っていうのは、ちょっとどうなの？神作じゃないんじゃない？っていうコメントが、この前、ちょっとチラチラとこう見かけるようになってきましたよと。で、それに対して、いや、その神作ですよ、みたいなコメントもあったり、もちろん、確かに神作じゃないよね、言い過ぎだよねっていう意見も、わかるにはわかるんです。で、僕がそのなんで、新三国無双2をこう神作とか最高傑作っていうふうに、動画内で言ってるかっていうところについて、お話しさせていただければなと思うんですが、これ僕本当に台本とかも一切なくて、今思い立って、もう、頭の中で今整理しながら喋ってるんで、ちょっとこう口足らずで言葉足らずな点もあると思うんですけど、ある程度ちょっと組んでいただいてですね、もし、と思うことがあったら、質問してもらったら、なるべく、誠心誠意込めてですね、返信しますんで、聞いてもらえればと思います。で、確かに、新三国無双2って、悪いところってすごいいっぱいあるんですよ。っていうのも、やっぱり、最近のやっぱ最新作、7とか6、6ちょっとわからないですけど、とかに比べるとですね、やっぱりこう画質も悪いし、で、弓兵、弩兵の、理不尽な仕様ですよね。弓防御力がどのこうのとかっていう、ああいう仕様であったりとか、医療の戦いの敵が強すぎるとかですね、難易度、最強難易度での敵兵が硬すぎるとか、で、残と炎がないキャラに関してはもう地獄でしかないとか、いろいろ、あると思うんですよ。ああいうとこって、3とか4を今やってて思うのは、やっぱり2って結構理不尽だなっていうのは思うんですよね。そこは、理不尽だなと僕も思います。思います。もちろん思います。ただ、それってじゃあ本当に理不尽イコール、じゃあいい作品じゃないのかっていう話になってくるわけで、
逆に言えばですよ、まあ、3はちょっと特殊ですけど、まあ、敵兵の寄ってき具合とかもあるんでちょっと何とも言えないですけど、まあ例えば6とか7、まあ、7も確か難易度が究極とかもなったはずなんですけど、まあ、究極とかにするともうね3発ぐらい食らったら死んだはずなんですよ。確かね、もう攻撃食らったら終わりぐらいに思っとった方がいいレベルだったと思うんですけど、まあ、果たしてそういう作品に対して、まあ、2っていうのがじゃあ良くないのかっていうと、僕はそういう作品に比べたら2の方がまだいいなって思うんですよね。はい。っていうのも、まあ、確かに7とかって、まあ、もちろん武器がこう変わったりとか、キャラのモーションも変わって、デザインも変わって、もちろん画質も良くなって、ストーリーもこうしっかりしてきてですね、まあこう感情移入しやすいようなゲームになっていっても年々進化していってるんで、もちろんいいのはいいんですけど、やっぱり2ぐらい昔のあれぐらいこう画質が悪くてグダグダで、弓兵土兵が超理不尽でもうボッコボコにされて、確かに理不尽ではあるんですが、じゃあどうしようもないのかっていうとそういうわけではないですよね。っていうのも2のいいところって、弓兵土兵に対して理不尽さを感じるんだったら、玄武甲を装備せずに、投降鎧を装備して、なるべく弓兵、土兵を優先して倒して、まあ、戦況をなるべくこう有利に近づけていったりとかですね。あとは、まあ、敵兵を倒すために、こう、味方と共闘して、まあ、合戦感を出したりとかですね。そういう、昔ながらの、実際の戦争ってこんなんだったんだろうなっていう、結構リアルに近い、ゲームっていうのが新三国無双2の醍醐味だと僕は思うんですよね。まあこれ多分ちょこちょこみんな言ってると思うんですけど、逆にちょっと3とか4とか、まあそれ以降の作品もそうなんですけど、はちょっとあまりにもですね、このリアル感がないと、まあ言ってしまえばですよ。もちろんいいところはもっとありますけど、まあ、2のそのいいところに対するこう比較として挙げさせてもらうなら、このリアル感がとにかくないよね。弓兵土兵ってリアルに食らったらあんぐらい減るよねっていう、ところですよね。なんで、まあ、防御力のシステムだったり、まあ、弓兵土兵の話だったり、敵兵が硬すぎることだったりって、こういろいろこう、まあ、難点とか欠点っていうのはあるんですけど、それが、まあ、悪いとは、悪いとも思いますけど、まあ、悪いの裏返しはいいなんで、いいと思うんですよ、僕は。なんで僕はどっちかというと神作だっていうふうに、言ってるんですよね。あとは、まあ、1から2にこう進化した時のやっぱこう幅、振り幅がやっぱ大きかったと。ここがやっぱり僕一番、2を神作ってみんなが言ってる一番の理由だと思ってるんですけど、やっぱ2で一回完成してるんですよ。もうシステムが。あ、これがもうリアルな三国無双だよね。これぐらい理不尽で、でも理不尽ではあるものの、一人プレイでもしっかり戦略を立てて、アイテムを付け替えて、戦い方を変えて、立ち回りを変えて、しっかりと進めていけば、時間はかかってもクリアできるよね。っていうのが、まあ、爽快感だったり、達成感だったりにつながってくるわけで、そこの難易度ってそんなに難しくないんですよね。そんなに難しくない。確かに鬼畜ではあるし、できない時はできないですけど、でもなんだかんだでできてしまうじゃないですか。いずれ、やってると。こういうところって僕、神作だと思うんですよね。っていうのも、まずは1。新三国無双、新三国無双ですよ。新三国無双の初代で、まあ、4回攻撃しかできなかったりとか、まあ、敵がこう倒れたら回復するとか、まあ、いろいろあって難点がいっぱいあったところからですね、あれだけ2で進化して、ユニーク武器も4武器、5武器が出てきて、あれぐらい理不尽だけど戦略を立てたらクリアできる、達成感がある、2人プレイができる。っていう風に、1から2に変化した時に、一気に振れ幅が大きくなったことで、まあ、神作っていう風に言われてるんだと、まあ、僕は思うんですよね。で、まあ、7とか、もちろん8とか6とかもそうですけど、まあ、それより以前の作品が、まあ、ある程度完成した後の作品なので、やっぱそこの振れ幅がどうしても少ない。もう、こっからは、ユーザーが気に入るか気に入らないかの瀬戸際の戦いになってくるわけで。なんで、まあ、ちょっとコメントでもちらっと見ましたけど、やっぱ思い出補正をちょっと、こう、加味しすぎなんじゃないかっていうコメントも、やっぱりあるんですよね。まあ、わかります。確かに、まあ、思い出補正っていうのを神作ってこう呼ぶ
基準に入れていいのかどうかっていうのは僕もちょっと微妙なところだなと思うんですけど、でもそういうのも含めてユーザーの気持ちも含めて神作か神作じゃないかっていうのは決めていいと僕は思うので、やっぱりそういう思い出補正込みで神作っていうふうに僕はまあ思うわけですね。まあ世代的にもちょっと僕の親父が実際やってた世代なんで、1から2にかけてね、そういうところに僕も一緒にこうゲームを見てたりとかやったりとかして、そういう思い出ももちろんあって、今こう大人になって三国無双2をやってみて、あ、やっぱり2って面白いな、まあ、3、4も面白いけど、やっぱり2ってこの独特の面白さ、他では味わえない達成感とかがあるよねっていう風にまあ思うわけなんですね。っていうのがまあ僕が2が神作だと思うまあ理由、まあ、大きく分けて2つ、まあ、思い出補正の面と、あとは、そのシステムですよね。システムの振れ幅とか、まあ、いろいろありますけど、まあ、そういうシステムがそこで一回完成してしまってると。ただ、一番、全体を通して僕がいいなと思うのは、4です。4。三国無双4。4が、まあ、一番、あのシリーズの中では一番プレイしやすくて、一番難易度もちょうどよくて、こう、ストレスも適度に感じながら、でもストレスがないわけではなく進めれるゲーム、あれが今の三国無双の僕の中での完成形だと思ってます。ただ完成形と神作最高傑作っていうのは別物なんですよ、僕の中で。完成形は確かに僕の中では4でした。あの2か4かって言われたら、まあ4の方が個人的には楽しい。あのストレスも感じないし、ある程度こうサクサク進めれるしって思うんですけど、ただ神作とか最高傑作っていうのは僕の中では間違いなく2っていうのが、その思い出補正と、まあ、システムの変化だったり、そういう振れ幅ですよね。あとまあ戦略、まあ味方とこう合戦感を味わえるだとか、まあそういうところも含めて、まあ2が一番僕の中ではいいよねって思ったところになります。ちょっとこれはですね、あのコメントで僕一応コメント全部見てるんですよ。一応全部見てて、まあ、返信するコメントもあれば、まあ、見たよっていう証拠で、まあ、いいねだけつけて返信しないコメントももちろんあるんですけど、結構ここら辺の論争が巻き起こってまして、ちょこちょこ、まあ、2を神作っていうのはどうなんかっていうようなコメントだったりとか、まあ、2って神作ですね、一番いいですね、思い出補正も込みでいいですよね、でもその思い出補正ってずるくないみたいな、そんなので神作って言っていいのみたいな意見もこういろいろあったりとかしてですね、まあ、ちょっとここら辺で一回僕のこの思いというか、まあ、気持ちを一旦動画にしときたいなと思って、今回、まあ、こういう動画を撮ろうかなという、まあ、きっかけに至りました。まあ、本当はですね、もっと台本とか作って、まあ、つらつら喋って、字幕とかつけて、まあ、わかりやすく端的に説明したらいいんだろうなと思うんですけど、どうしてもランキング系とかの台本を作ってて思うのは、どうしても棒読みになってしまうんですよね。棒読みになってしまって、この感情がこもらないんで、どうしても。喋ってる時に。こう今こう動画を見てくれてる方に対してこう僕の気持ちとか思いを伝えたいなっていうような動画の時には、まあ、なるべく自分の頭の中で整理しながら、まあ、なるべく分かりやすく簡潔にする努力をしながらですね、まあ、雑談形式で喋っていくのが一番いいかなと思って、まあ、今回と、まあ、昨日の動画もそうですけど、まあ、こういう形で、撮影をさせてもらってます。はい。でですね、まあ、神作、僕の中での神作は2、最高傑作も2、ただ完成形は4ですよというところでお話しさせてもらったんですけど、じゃあもう一つ、僕の中で2が神作だと思う、理由についてなんですが、皆さんこれなんとなくわかりますか？2を、まあ、2が神作って言われてる、まあ、理由というか、まあ、原因、要因っていうのかな、まあ、これは人それぞれの感じ方が違うと思うんですけど、僕が、2で、2をこう神作だと、最高傑作だと思う理由の、まあ、大きな一つの中に、この論争が巻き起こるよねっていうのがあるんですよ。わかります?伝わりますかね?新三国無双を、じゃあ仮にですよ、8って、じゃあ神作ですか?いいゲームでしたか悪いゲームでしたか、まあ、簡単に言うとですよ。極端に言うと、いいゲームでしたか悪いゲームでしたかっていうと、悪いゲームっていう方が多いんですよね。ユーザーの意見として。っていうのが売り上げにも響いてきてるわけで、まあ、悪いゲームです。面白くなかったです。ダサ作でしたっていう意見が、まあ、7割から8割ぐらいかな。
ていうイメージ僕の中でね。まあで、いやいや全然良かったよ、これ最高傑作でしょ、最高でしょ、めちゃくちゃ楽しかったですよっていう意見ももちろんあるんで、まあ、僕の体感で言うとまあ 2,3 割ぐらいのイメージです。じゃあ7割8割と2割3割のユーザーの中で、じゃあ面白いか面白くないか論争ってそんなに発展しないんですよね。わかりますか？要は面白くないっていう方の意見の多いから、面白いって思う人がなかなかこう発言しづらかったりとか、なんかこうね、うまくこう話がこう弾まなかったりするんですよ。ただ新三国無双2って結構これ半々に分かれてるイメージ、僕の中では。やっぱあまりにも理不尽すぎるっていう意見も結構あるんですよね。結構あります。調べてたら結構ありました。で、いやいや面白いでしょ、神作でしょ、最高でしょっていう意見ももちろん半分ぐらいあって、まあ実際僕の動画でもですね、まあ新三国無双2関係の動画を出すと結構、まあ論争というかコメント欄が、まあ荒れるっていうと言い方変ですけど、こう、わちゃわちゃしだすと。っていうようなところで、僕が2がやっぱ神作だなって、やっぱこの作品って最高傑作なんだなって思う大きな理由はですね、やっぱりこうユーザー同士で意見交換だったりとか、この論争が巻き起こりやすい、それぞれの意見をですね、こう発信しやすいような作品だなっていうところが一番、僕がこう2が一番いい作品だなって思う、大きな理由の一つです。この論争が巻き起こるっていうのは、人と人とがこう会話をしてですね、意思疎通を図っていくわけなんで、そういう作品ってどんどん伸びてくると思うんですよ。まあ、ちょっと、今の新三国無双シリーズはちょっとこう脱線していってるような気はしますけど、まあ、2、3、4ぐらいがすごい、ね、論争というか、ああでもない、こうでもないっていうふうに自分の意見をこう言い合えるような作品じゃないですか。と僕は思うし、面白いな、あのゲーム最高よねってこう、ね、ユーザー同士でこう語り合ったりもできるしやすい、まあ、大きなゲームになると思うんですよね。っていうのが、まあ、僕が個人的に、新三国無双2が神作だったり最高傑作だっていうふうに言われてる理由だと思います。まあそのシステムの面もあるんですよ。例えばその弓兵土兵のシステムは確かに理不尽だけど、あれほど絶妙なゲームバランスっていうのは他の作品では見られないよね、だから神作なんですとか、あとはまあ防御力システムだったりとか、ユニーク武器の難易度もめちゃくちゃ難しいでしょ、3とか4よりも入手難易度超難しいでしょ、でもクリアできるでしょ、あの絶妙なゲームバランスが神作なんですっていうシステムの面でももちろんあるんですが、僕が一番やっぱ神作だなと思う理由は、もうさっきから何回も言ってる通り、ユーザー同士がこう語り合える環境、語り合えるような、ゲームであること、で実際そういうコメントで溢れ返ってる音、2っていうのは2の動画を出すとやっぱコメントが溢れ返るっていうイメージなんで、やっぱそういうところがやっぱみんながこう2を声なんか愛してですね、まあ神作だなとか最高傑作だなって思ってる、まあ理由の大きな要因かなと思います。結局どんだけ面白くても楽しくても、ユーザー同士で語り合えない作品って多分大して面白くないんですよ。大して面白くないと僕は思います。個人的に面白かったとしても、やっぱりこう人と人とかこうね、SNS とかこうね、何かこう、プラットフォームを通じて、意見交換をし合える場っていうのがこう盛り上がらないゲームっていうのは僕あんまり面白いゲームだとは思わないんですね。なんでそういう意見交換の場で盛り上がれる、ゲーム、新三国無双2、まあ3、4も一緒ですよ。ですけど、まあ、2が僕的にはやっぱ一番神作かなというふうに、まあ、感じますね。個人的にはですよ。まあ、皆さんがどう考えるかは人それぞれなんであれですし、まあ、僕の今の意見に対してもやっぱ反感というか、まあ、批判の意見ももちろんあると思います。まあ、それは人それぞれ考え方があるんで、そこを別にどうこう言うつもりもないですし、それはそれで一つの意見として僕も受け入れて、まあなんかこう動画作るときとか、この先なんか雑談するときに活かしていきたいなとは思ってるんですけど、まあ、皆さん的にはどうかなと思って、今回こういう動画を撮ってみました。ちょっと最近ね、コメントでそういうコメントがあったんですよ。で、僕も黙って、ちょっと横からじろじろ見てたんですけど、ちょっとこの神作って言ってる理由が、結構システム面のことをみんな挙げてるなっていうふうに感じてですね、システム面がどうだから神作面白い、難易度とか、こう、共闘とかね、合戦感とか、
まあ、2ってそういうのが結構大きなゲームなんで、そういうシステム面をいっぱい上げて神作ですよこれはって、まあ、言ってるようなコメントも見かけて、まあ、確かにそこもあるんですけど、いやいやもっと大事なところがあるでしょと。やっぱりこれユーザー同士が意見を交換しやすい場、し合える場を作ってくれたゲームだから神作なんじゃないのっていうふうに、まあ、僕はずっと常々思ってたので、まあ、今回ちょっといい機会があったんで、まあ、動画を通じて、皆さんにちょっとお話しできればなと思ってちょっとお話しさせてもらいました。なんで、まあ、これで終わりです。僕の動画。特にこれ以上ないです。はい。多分、もう何も見ずに、今、パッパッと喋っていってるだけなんで、多分、だいぶ口足らずですし、多分、誤解を生むような発言もしてしまってるかもしれないんですけど、まあ、結論としては、僕の中では2が神作で最高傑作。完成形は4。で、2が神作って言われてる理由は、思う理由はですね、やっぱりシステム面、だったりとかゲームバランスももちろんそうなんですが、一番大きなのは、ユーザー同士で語り合える場所、語り合えるようなゲームだからっていうのが一番大きな、僕が2を神作最高傑作だと思う理由になります。なんで、まあ、皆さん的にねこの、まあ、2を神作と呼ぶか最高傑作と呼ぶか、本当に読んでいいのかっていうのは人それぞれいろいろ思うところはあるんですけど、まあ、結構ここら辺って意見が分かれるところなんで、まあ、皆さんどういう風に考えるかなと思って、今回ちょっと動画を撮りました。なんでよかったらですね、皆さんまたコメントで、意見交換だったりしてみてください。僕もちょっとそれを見ていきたいなと思います。見ながらちょっと喋りたいなと思ってますんで、よかったら、この動画見た後にですね、まあ、本当簡潔でいいんで、まあ、自分の思いであったりとか考えをですね、コメントしてくれると、次のまた動画作成に、つなげていきたいなと思ってます。はい、ということで今回こんな感じで終わります。最後にですねちょっと気になるんですけど、これどうすか、この感じの動画いらんすか。いや微妙やなと思って、何の台本もなし、大体こういうさなんか雑談する時とかってゲームとか特にね、ゲームのこの障害とか説明をするときって、やっぱある程度台本書くはずなんですよ、みんな。台本書いて、まあそれを元に喋ったりするんですけど、僕結構あの時間ないんで、台本書く時間も最近あんまり取れないんですよ。なんで、ちょっとストックもなくなってきてるし、通常の実況のね、ランキング動画の作成もちょっと、手間取ってるというか、あんまりうまく進んでないし、なんでこういうまあ雑談、系の動画でちょっと数を稼いでいこうかなって思ってるんで、まあ毎日投稿は絶対したいんで稼いでいこうかなと思ってるんですけど、まあなるべくこのネタを見つけてこの雑談をしていきたいなと思ってるんですけど、皆さん的にこういう雑談系の動画ってどうなのかなと思って、別に投稿してもいいのか、なんかもう不愉快やけん、不愉快でなんちゃ話まとまってないし鬱陶しいけん出すなって思うのか、ちょっとそこら辺はちょっとわからないんですけど、まあ、そこら辺もですね、よかったら、感想とか、続けてほしいか続けんでもいいか、言ってくれたら、もうあまりにも反対意見が多いというか、あまりにも、お前ちょっといらんけん、そんな動画いらんけん、ゲームせえやっていう意見があればですね、まあ、これまたやめますんで、そこら辺もちょっと教えてもらえたらと思います。まあ、あとですね、何でもいいんで、こういう雑談系に関するネタとかですね、まあ、例えば、新三国無双2の防御力システムについて雑談してほしいとか、ほんとちっちゃなことでもいいんで、もし何かあったらですね、ネタが言ってもらえたら僕ちょっと雑談取っていきますんで、ただ字幕とかはつけないです。もう雑談なんで、もう僕がただつらつらと喋っていくだけの動画になりますんで、まあそこを大前提として踏まえた上で、こういうネタについて喋ってほしいとか、まあ別に三国無双に限らなくてもいいです。日常生活に関してでもいいです。例えば、今めちゃくちゃなんかいい感じの女の子がおるんですけど、これ脈ありですか脈なしですかみたいな、もうクソしょうもないことでも全然いいんで、まあそっから僕が適当に抜粋してですね、まあ撮れる時に撮っていって、まあ、皆さんにこう情報を出していけたらなと思ってますんで、まあよかったら、またそういうところね、コメントしてもらえたらどうかなと思います。まあ、完全に人任せの、企画になるんですけど、よろしくお願いします。またですね、また別の、題材とか見つけて、ちょっとコメントじゃないわ、動画出していきますんで、そこら辺も、見てもらえたらと思います。はい。じゃあ、終わろうかね。今回はそんな感じで。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。2は神作だよ。僕の中では。はい。じゃあ、
おやすみなさい。良いお年を。